人はそのここの下りだけは あまり飛ばさず、私たちもコントロールしますので、はい、下っていっていただければと思います。サイクリングのなんかコツは何でしょうかね。コツは今回は、はい、コースの設定を下り基調にしていただいたんで、うん、とにかく安全に、怖いと思ったらもう軽くブレーキ、まあ常に軽くブレーキ当てて。あ、なるほどなるほど。熱くなっちゃったりしないんですかね。今のブレーキよくできてるんで、はい、そんな火吹いたりとかそういうことはないです。なんかまあゆっくり降りてるっていうことですかね。ゆっくり。今日は天気がいいんで、雨とか降ってるともっと滑ったりとかありますけど、今日は天気ってことですね。まあ、景色を本当楽しみながら、そうですね、見る余裕をこう持って、じゃあぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。もう一緒に写真とか撮るよ。ああ、ぜひ、いいですか。もう多分降りてきちゃう。うわー、大丈夫。顔でかいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうですか今日は。途中からの参加ってことになるんですね。ちょっと待って、俺途中からの参加になっちゃった。もうちょっと待って。よし、こっから途中参加で絶対完走するぞ。ぜひ頑張ってください。ヒトセッションやってきた。ギター教室で何でして迷惑だ。人騒ぎして帰ってきました。すごい大盛況。ギターご自分で持ってらっしゃってる方もたくさんいらっしゃって、いいですね。下った先に自転車を置くような場所があります。どうぞ、渡ってて。はい、ビジネスラベル、かわいいでしょ。そうなんです。クロスラベルビジネスの仕方、本当だ、嬉しい。疲れは賢い、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 順調。うまく外れたんですね。結構やめない。俺の言葉じゃないんですけどね。いいっすよ、いいっすよ。うじきを作用してみましょう。あざーす。おー。ちょっと腹
っていう感じのあれじゃないですか。いや最高ですよ。お名前とか書きますかね。まあ今日盛りだくさんの2日間にわたってあるかと思うんですけども、今回の主催なさってる方とかスタッフの皆さんは、まあ、本当に大変なご苦労されてると思うんですけど、はい、まあ、何人の方かにもうすでにお会いして少しずつお話もさせていただいたんですけど、はい、まあ、皆さんそういう大変さよりもなんかこの楽しんでらっしゃる部分彼が感じたので、うん、なんかもしかするとこれでいろんなことを反省点も踏まえて次に皆さんつなげていける前向きに思ってらっしゃるんじゃないかなと、すでにフライング気味にそういうふうに感じております。ぜひ明日もちょっと取材させていただきたいと思いますので、もちろんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。こちらこそ。
皆さん、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。私、この皆さん、本当に好きなアーティストさん、みんな全員そうで、そのレベルの高いものをぜひ千曲市でやりたくて、ちょっと無理言って来ていただいたところもあるんですが、もう今日一日見てね、皆さん本当に、皆さんこのメンバーすごいってこと分かったと思うんですね。皆さん本当にね、第1回ということで、あと昨日と今日本当に素晴らしい演奏を聴けたと思うんでね、ぜひ次もやるんでやるんで、はい、でその時は皆さん来てもらいましたね。はいはい、なのでまた絶対ね、このみんなでまた味わいましょう。ありがとうございます。やくな、しかし、じゃあ、皆さん、本当に不慣れな司会で、お付き合いいただき、本当にありがとうございました。本日お越しいただきまして、誠にありがとうございました。どのような参加されたんでしょうか。昨日 のジャムセッションで、はい、当日行った先で1番を告げられまして、1番最初に時間が始まっているのに、メンバーが来なくて、あ、そうなんですか一人で10分ぐらい喋らせていただきました。素晴らしい もうちょっと曲チェンジをしていただいて、2日ぐらいで演奏していただいたんですけど、はいはいはい、いや、さすがプロの演奏だなと思いました、はい、すごい演奏。サイクリングの方も参加されたんです、はい、そうですね。その辺はどうですか。いや、出発点の宝屋さんに行くのに非常に辛くてですね、確かに、案内しなきゃいけない私が途中でへばって、宇治木さん一人先に行っていただいたっていう、そうなんです、はい、辛い話もあります。なるほど、でそして今日最終日、はい、どうでした。いや、そのロックの凄さっていうのをちょっとこう肌で感じちゃいました。最近こういう、まあ、生で聴く機会っていうのもないですし、今日の機材がすごかったので音がすごく良かったっていう。なんか違うんだ。すごかったですね。一粒一粒音はっきり聞こえるし、いやー、すごかったです。やられました。いや、なんかね、こう音楽すぐやりたくなる。なんか充電したので、こう今度は外に出す方、それをなんかエネルギーをいただいたなって感じがします。ぜひエネルギーというか、チャージですね。そうですね、チャージできましたんで、ロック魂が、はい、また外へ出していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、昨日はサイクリングも参加して、はい、サイクリング来ました。来ましたよね、はい、その後もう何か参加 、はい、されたんでしょうか。夜セッションに歌で参加させてもらって、はい、あの夢のバンドで歌いました。ボーカルやったんですね、はい、ボーカル歌いました、はい、セッションどんな感じでした。なんかもうすごい、あのバンドで歌えるみたいなのが今日出てましたよね。はい、全員で、すごかったです。普段はどんなことされてるんですか、はい、歌とか歌ってるんですか。私です、全然歌ったのも、人前で歌ったのも高校の文化祭以来です。何十年ぶりや。なるほどなるほど、はい、うまく歌いましたでしょうか。なんかまあまあ、なんか歌手になった気分ってやつですね。そうそうそう、なんかめちゃめちゃいいバンドで歌える、こんな機会ないとか楽しかったです、まあ、第1回ということなんですけども、はい、今後どうでしょうかね。もっとやってほしい。ありますよね、第2回ね。頑張ってます。ぜひ来年も頑張ってください、はいはい、来年も歌います。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでした。まあ、本当に戸倉でこんな大きいイベントがっていうので、まあ、もうちょっと盛り上げられるように頑張れればよかったですけど、まあ、1回目なのでまた2回3回と続いていけるようなものになればいいんじゃないかなと。はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。楽しいです。今日の感想をお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
はい、ということでね、今日あの湯煙ロックフェスありがとうございました。マリコも出演させていただきました。なんとね、今日はもう本当にスペシャルバンドのね皆さんと、もう今夜限りのスペシャルライブということで、もう本当にめちゃめちゃ最高に楽しくて、もう私が一番この会場で楽しんだじゃないかぐらい、もうその私の自分のステージを楽しんでしまいました。あのこの今後私ライブの予定が一個も決まってなくて、だからもう本当に今日はなんかもうすごい楽しくあの歌わせていただきました。ありがとうございました。高井真奈と申します。札幌から来ました。わざわざ今日のために来られたんですか？あ、そうですね、もう宮坂砂に呼んでいただいて、もともと去年一昨年に長野に毎年1回歌いに来させていただいて、あの長野のアーティストさんと知り合いになって、でそこに宮坂さんが来て見に来てて、でそこで声かけていただいて、あのぜひ地区まで歌ってくれませんかとオファーをいただいて今回来させていただきました。よく日程入りましたよね。いやもうでもこんな素敵な日だとして、もう私も夢みたいな日でした。昨日セッションもなかなか大変だった、盛り上がったって話です。すごく盛り上がりました。もう昨日が打ち上げみたいな日でした。はい、筑波市はどういう印象でしょうか？いや、あったかいですね。人で音楽好きな人こんなにいらっしゃるんだと思ってびっくりしました。今後の夢というか希望は何でしょうか？いやでもやっぱりね、今回ね素晴らしいミュージシャンの方たくさんご一緒させていただいたんですけど、やっぱり同じステージで歌えたらいいなと、いや歌おうかなって思って、そこを目指して頑張ろうと思います。はい、夢に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。長野インターネット放送局と言います。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、まずはお名前。あ、お茶の T です。 T-E-A T、 あ、スペルも同じなんですね。そうそうそう、素晴らしい。うん、あの Where do you come from? I come from インドから来ました。インド、素晴らしい。 Yeah. 8年前来ました。8年前。Yeah. そうすると今東京に住んで。なるほどなるほど。筑波市はどんな印象でしょうか？It's honestly one of the most beautiful places I have ever seen. 日本で訪れた土地の中でも場所の中でも一番綺麗な場所の一つです。あ、綺麗なところの一つです。はい、あ、すいません、じゃあこちらの方のご紹介をお願いします。はい、あ、私の旦那さんです。広志時枝です。お名前は？あ、時枝と言います。時枝さん、はい、筑波市とは何かどんな関係があったんでしょうか？今日のオーガナイザーの宮坂さんに去年呼んでいただいて、はいはいはい、去年の秋だったから、ね、ライブをさせていただきました。それで、はいはい、今年も呼んでいただいたっていうか。T さんは普段どんな歌を歌うんでしょうか？ I sing jazz, pop, Indian, commercial, TV commercial の曲も、まあ、my latest one was Yondoshi, Santori, Aojiru, yeah, so so. もちろんオリジナル曲もあります。CD があります。うまく演奏できましたでしょうか？ちょっと藤木さん待ってて。It was so fun. The musicians are so great. Great. So it was really すごい楽しかった。どんな希望とか夢は何でしょうか？My goal is to now expand my music in my own country, India. インド、日本だけじゃなくて自分の母国のインドでも、音楽の活動をもっと広げられればいいと思ってます。なるほど。 And then slowly, global. で徐々にインド、日本だけじゃなくてもう世界に広げていければと思ってます。 Also, one of my favorite songs is ふるさと、ちくまのふるさと。最後に一言、はいはい、日本の曲でのフェイバリットの曲の一つはふるさとですよね。ちくまの曲、歌詞を書いてくれた、ちょっと今名前で忘れちゃったんですけど、ちくまの出身の方が、ちくまの状況を浮かべて歌詞を書いたって言われてるらしいんですね。だからその人にちくまにちなんだストーリーの一つです。ぜひ夢に向かって頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。 Thank you。バイバイ。バイ。See you。やっぱスタッフとかボランティアのみんなも含めてですね、いろいろ思うところあると思うんですけど、それをまたうまく、はい、次回に向けてね、そうそう、改良点、改善点とかをまたみんなで見つめていって、なんかさらにバージョンアップしたものにしていきたいです。まあ、とにかくでも来てくださった皆さんが、おそらくは
こっちから見てる限りでは楽しんで過ごして長時間でものすごい長時間楽しんでくださったホテルではないかという感じがあるので、ぜひぜひあのこうこう生まれたね新しいやっぱ命を、ね、新しいフェスを、ね、電車も続けていけたら最高ですね。でも長野駅で多分終点タイム、2日間にわたって、うん、まあ、内木さん の, あの得意なサイクリングも、中田さんからスタートということでしたけど、そうですね、なんかサイクリングも、できれば、少し、やっぱ足にこう覚えのある方たちと、もうちょっとなんか少しこう走りがいのある場所と、あとは本当みんなでバラ園訪ねたりとか楽しく、本当にサイクリング、あの誰でも参考できるような、もう電動でも大事です。なんかそういうこう2つみたいな、住み分けみたいなのができるといいかなというふうにちょっと思ってます。ますます盛りだくさんになっちゃいます。そうですね、だから丸1日は自転車にしてもいいのかな。マジか、そうなんですね。いや、あ、個人的に、ね、そうです、まあ、もうすごくいっぱいこっちのなんかニュース見たかも、ひょうが降るかもしれないんで、筑波市、まあ、隣の上田とかも含めて結構チャリだな、ね、こう結構強者どもがいるのが分かったんで今回、はい、そういう奴らにも協力してもらって、まあ、あとはもうみんなで楽しくいろいろワイヤー、まあ、音楽を通じて自転車を通じてコミュニケーションしていこう、うん、やっぱりいきなり会ってね、なんか初めましてどうもっていうことで、ね、自転車乗ったり、まあ、ステージやって、ランドやったりなんかすると、そういういろんなことが、まあ、省けるというか、みんなもうそこでもういきなり仲間になれるっていうのかな、だからそれでこうエネルギーが出てくるんで、なんか楽しく自分たちが自分たちの納得できる、時間の過ごし方を見つけるの、なんかこうそういうの手助けができたらいいですね。ぜひ来年に向かって、はい、またよろしくお願いします。頑張ってください。大丈夫ですか、この3人大丈夫ですか。どうぞ、じゃあ取れた。